はい、どうも皆さん、こんにちは、カイトです。今回は新しい人格を作ってきたので、そちらをご紹介していけたらなと思っております。編成が曲芸師、祭司、ポストマン、オフェンスで、人格については動画の編集者さんに載せてもらうので、そちらをご覧ください。ここはポストマンを見つけてって、ね、そのまま剣で一撃与えていくんですけど、その後犬に噛まれてしまって、まあそのまま釣り側に逃げていったので、そのまま持っていきます。ここは見えていないんですけど、感覚で剣を当てていきました。少しね、アントニオはね、開けた椅子に釣ると救助者がどこから来てるか分かりやすいので、開けた椅子に釣っていきました。ここで曲芸師を見つけたんですけど、裏球に来てないか裏を見つつ、曲芸師に圧をかけていきます。そのままジャンプで飛ぶならジャンプで飛んでもいいしという形ですが、下が全然ジャンプと飛ばないので、これ裏球来てるなっていう形で、裏球来てるのが分かって、そのままポストも射抜くことができました。ここは音符を無駄にせずにオフェンスに当てたかったんですが、オフェンスに当てることができなくて、そのままポストマンを釣っていく形になっていくんですけど、この状態だとね、オフェンスがボールが満タンに溜まっているので粘着に来るんですけど、まず弦を、まあ、オフェンス一歩前に出して、そのままオフェンスがボールを使ったんですが、通常攻撃が間に合って、でそのまま三原則に刺していきます。ここで大事なのが、オフェンスを三原則にさせることで、移動速度が下がって、ボールの消費が激しくなるので、できるだけ、まあ、弦が当たんなかったり、ダウンさせなくても、三原則にすることは意識すると、オフェンス対策になると思います。ここで耳鳴りがしたので、工場側から来てるなっていう形で思ったんですけど、足跡がなくて、あれって思ってたら、なんか、椅子前に行かれてて、で、すぐ触んなかったので、読み弦で一発与えて、で、そのまま祭司さんはね、救助外されるのを恐れて戻っていったんですけど、なんで、すぐ祭司さんを追いに行かなかったかというと、オフェンスのボールが残っているので、椅子前にいた方が、オフェンスがもしも来た時、対処できるなと思ったからです。ここは真ん中で立て直してるかなっていう読みで、真ん中に飛んだんですけど、いなくて、だったらポストマンとかが釣られてた曲芸師がね、多分釣り側で回してるかなっていう形で、釣りに飛んだら曲芸師がいて、ここは板倒しに合わせて弦で一撃与えていきました。ここは黒を踏んでしまったので、板を壊して黒の継続時間をまあ、帳消しにしていきます。ここは、弦が当たって、曲芸師さんのダウンを取れたので、また開けた位置に持っていきます。それで、まあ、展開的に結構、余裕があって、残り4台なので、ここからね、伸ばされたりしなければ負けることはないんで、まあでも安全を兼ねて暗号機に圧をかけていくんですけど、ここ全然気づかない間に救助されて、でここ弦を当てることができなくて、第二スキルも当てることができなかったんですけど、通常攻撃で殴ることができました。ここオフェンスのタックルなのでね、板を当てたりとかして曲芸師を流されると困るので、とりあえずこういうフェイントなどを入れて、まず板を乗り越えさせます。そしたら家族が乗るので、室外犬で室外犬タックルだけを避けて、でボールも使ったのでタックル来ることはないなということでやっていきます。全然ボールは使ってないの分かっていたので、ここでね一撃殴って無傷球だけは避けたいなということで、
一撃殴って、その後、切っていって、まあ、その後確定球されてしまうんですが、これで無傷球ではないので、よくはなったんですけど、こう、実は、レンがこのクリスマスツリーに突っかえてしまって、で、なぜか当たってしまって、おっとって感じになって、試合の途中では、ここら辺で気づきましたね。あれ、オフェンス倒れてる？ここで、チョリキア当てることができて、ここ大事なんですけど、ツルモーションに入ってから赤玉を踏むと、赤玉を踏んだ時になんか、熱っみたいなモーションが出ずに、ギャンのクールタイムを早めることができるので、これは、僕の中でよく心がけてることです。こういう細かい作業、細かい動作で、全然試合展開が変わってきたりもするので、ぜひ知識として、使ってみてください。ここは救助されてしまったんですけど、まあ残り2台をフェンスと祭司2人で上げることは難しいので、ということでこの試合には勝ったんですけど、まあ試合の途中ですが次の試合に向かいたいと思います。ではレッツゴー。はい、では2回戦やっていきたいと思います。マッパー精神病院、お相手の編成が曲芸師、オフェンス、昆虫学者、患者となっております。ここは、患者さんがね、右側で見えてたんですけど、ちょっと、感染画面だと見えるんですけど、ちょっと、本当の試合だと、壁とかがいろいろごちゃごちゃしてて、ちょっと見えなくて。で、ここ、身なりがしていたので、小屋で探していくんですけど、全然いなくて、裏の方にいるかなと思ったら、裏にもいなくて、で、探していたら足跡が見えたので足を取っていきます。ここは先に板を先倒しさせるんですけど、ここはオフェンスさんだったので追うことができないなということで、一原則踏ませてから別のサバイバーを追っていきます。で、遠目で極限士さんが見えたので極限士さんを追っていきます。で、この人格の最重要なことはファーストを稼がれすぎないことですかね。ファースト稼がれすぎるとやっぱ下がないので、そうですね、まあ4通されたり3通されると、まあ3通だったら引き分けが取りやすいんですけど、4通だとどうしようもないので、できるだけ通電前に1人飛ばすことを最重要としております。で、ここ院内に逃げられてしまったんですけど、3原則入ってるので板場までは間に合わないと思って穴から落ちていったんですが、ここは闇雲で一撃与えていきました。で、ここ1期戦目でも言ったように、本当は赤玉踏む方がいいんですけど、そこまで頭が回っておらず、そのまま釣った感じですかね。で、ここはオフェンスさんがタックルすると思って大きく剣を張ったんですけど、当たらず、そのままここはオフェンスさんがミスってくれて、できるだけ体でブロックして、その後恐怖読み合いに勝っていきました。その後は一撃ミシンに与えて、で、患者さんが遠目で見えたので、患者さんを警戒しつつ、昆虫学者さんもね、虫に乗ってるので、来る、ラブキューかなっていう読みで、ここは、敵と人間を一歩出して、当たればいいな、程度でした、あれは。で、ここは、昆虫学者さんを一発殴って、で、患者さんを一発殴ります。これで全体服が覚醒したので、誰が救助に来ても困らないっていう状況ですかね。ここは、動画がなかったので、救助した瞬間にフェンスさんと昆虫学者さん、二人に当たり目を出そうと思ったんですけど、昆虫学者さんが、ワンテンポね、ずらしてきて、で、救助を成功させていきました。ここは、出直してるかなっていう読みで、弦を読みで出していって、衝撃波を出していくんですけど、全然当たらず、このままフェンスさんを釣っていきます。で、ここは、立て直しているのが見えているので、
読み上げで曲芸師さんに一発与えて、うーん、で、うーん、スキルも当たらず、で一撃通常攻撃で与えて全員ダウンとなっていきました。ここで昆虫学者さんだったんですけど、ここは通常攻撃でダウンを取って終了です。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。また他の動画もぜひ見てくださいね。それじゃあバイバイ。